こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。エストロゲンの話です。エストロゲン、エストロゲンジオール 17β、 エストロゲン、エストリオールの総称は更年期に減少する女性ホルモンです。このエストロゲンは子宮、卵巣、乳房の働きに重要ですが、その受容体は皮膚、骨、血管、さらに脳や肝臓にもあります。ですから皮膚の保温や血管の弾力性や骨や脂質の代謝の調整、膣や尿道粘膜の構造や機能の保持などたくさんの働きもあるのです。主なエストロゲンの働きを見ると、血管を広げて血流を流す、LDL を抑え、HDL を増やす、乳房や腰やももなど女性らしさを演出する皮下脂肪を増やす、骨量の調節をする、また膣内を酸性にして膣内の柔軟性を保つ、脳の活性化を促すなどがあり、最近ではエストロゲンの欠乏は痔疮の発症にも関係すると言われています。またエストロゲンは胆汁酸を促して結腸がんの危険性を低下させるという報告もあります。このように非常に広範囲にわたりエストロゲンは女性らしい体を保つために働いているのです。しかし更年期になるとエストロゲンは減少してしまうので、骨量の調節ができなくなり、骨粗鬆症になったり、総コレステロールが増えて、高脂血症、血管の弾力性がなくなる動脈硬化、皮膚の障害なども起きやすくなるのです。さらに、更年期以降の女性の 20-40% は、尿道の萎縮に伴う尿失禁で悩まされているという報告もあります。では本日のお話はこれで終わります。